スー・フォーリーはカナダのブルースシンガーギタリスト、ピンク・ペイズリーのフェンダーテレキャスターがトレードマーク、オンタリオ州オタワに生まれる。10代からカナダでライブ活動をしていたが、1990年、アントンズ・レコードとの契約とともにアメリカが州国テキサス州オースティンに活動の拠点を移す。1992年にヤングガール・ブルーズでデビューした。その後、 シャナキーレコードを経て、ルーフレコードに移籍2007年には、デボラ・コールマン、ロクサーヌ・ポトビンとの共作、タイム・ボムを発表。2010年には、ブラインドピックレコードから、ピーター・カープとの共作、HE セット、C セットをリリースしている。フェンダーテレキャスターとフェンダーアンプの組み合わせによる、高質な高音のサウンドを得意とする。また、サムピックを使用し、 しばしばクロマティックラニア、ネックベンドを行うのも特徴である。日本では、オンナス TV レイボーンという触れ込みでデビューしたが、テキサス、ブルース、フェンダーというイメージに近似性はあるものの、演奏スタイル上の共通点は少ない。一般に、ブルースには向かないとされる、細い声の持ち主であるが、その独特な声と歌い回しに、ファンも多く、評価が分かれている。 ありがとうございます。